私たちは世界一周旅行中の夫婦で、現在はフランスのパリに来ています。はいはい。で、今回はこの美食の街パリのデパート、こちらのギャラリーラファイエットっていうちょっと高級なデパートのグルメ館デパ地下でお惣菜をいろいろ買っていきたいと思います。はいはい。で、今回は1万円企画ということで、1万円分いろいろ買っていきます。で、ユーロで言うと62ユーロ。62ユーロ、はい、1万円です、これで。だいたいこの分62ユーロでどんだけ買えるかだね。そうだね、ちょっとあんま買えないかもしれない。心もとないですけど、行きましょうか。はい、では行ってきます。ギャラリーラファイエットはパリを代表する大きなデパートで、グルメ館の他にもなんかメンズ館とかいろいろ分かれてて3館ぐらいあります。で、ここがもうギャラリーラファイエット広場と言っても過言ではない場所。ここもギャラリーラファイエットで、あっちもギャラリーあっちもギャラリーラファイエットで、ここもギャラリーラファイエット、まあ、ね、ブランドも何でも手に入るよって感じだね。いや、そう、かなりね、デパート収納するパフュームの感じのところです。私たちは夜ご飯を探しに来てるからね。ケーキなんて買ってたら絶対夜ご飯お腹空いちゃうから買えないですね。混んでるね。混んでるね、すごい。ここね、ブログで見たよ、高級な魚の店なんだって。もう見ての通り、あ、ちょっと高級すぎて無理。いくらだった？70ユーロ。やっぱ70ユーロか。いいよ、惣菜だよ。あ、ほんとだ、いいじゃない。でもなんかちょっと雰囲気がさ、フランスじゃなさそうな雰囲気を感じる。ちょっと茶色だね、だいぶ、うん、あー、今まで降ってきたような料理だな。あんまり美味しそうだけどね。あ、いいね、ピッツァ。でもピッツァはね、あ、いいじゃん、あのミートボールみたいなの美味しそう、ね、うん。あ、待って待って、このね、待って、このハムは絶対買いたい。ハム美味しいんだよね。あ、いいじゃん、こういうのもある。あ、サーモン丼だ。サーモンアボカドとか寿司だ。いいね、安いね、13ユーロだもん、うん、デパートで買ってね。ね、あと中華。中華。こんなんいいじゃん。あ、いいなぁ。あ、エビ食べたいなぁ。こんな感じや。下も。見て、天津。天津あんの？そう。良くない天津。いい。めっちゃいい。そうだね。ちょっと下も行こうか。チーズ。チーズ。フランスチーズ。見て、これちっちゃいけど安いね。安いね。1.5 ユーロぐらい。意外と安いね。美味しそう。見て、なんか白ん味付けされたようなチーズがある。ピラミッドチーズとか。おしゃれだね。全然知らないチーズがある。まだまだ続くよ、チーズ。すごい。羨ましいね。じゃあ、買っていきましょうか。はい、はい、買い終わりました。はい、思ったより買えたね。うん、じゃあ、家で美味しくいただきます。いただきましょう。はい、買ってきました。いっぱい買ってきましたね。うん、ちょっと3ユーロぐらい出ちゃったけど、まあだいたい1万円分買ってきました。はい、じゃあ一個一個ちょっと紹介していきましょうか。はいはい、開封しました。じゃーん。わー。じゃあ順番に説明していくと、これが多分魚系のテリーヌ、うん、で 7.44 ユーロ
がパイ包み焼きのパテで 8.31 ユーロでした。で続いて、このハム、これがハム類が 8.5 ユーロセットでした、うん、でここまでがフランス系だね。ここまでがフランス系、うん、はい、おしゃれだね、はい、はい、で、 で続いてこちら、ね、寿司、寿司、我らが寿司、この旅行に来て初めての寿司だよね、なんだかんだ言ってね。そうだね、味がめっちゃ気になる。いろんなとこにあったけど、うん、なんか美味しくないかもなと思って買わなかったんだよね。でもこれ美味しそう。 13.5 ユーロ、 13.5 ユーロ、はい。で、あとこのね、大部分占めてるのが中華この豚の炒め物、鶏の炒め物、餃子、天津、うん、あとエビだね。で、これらが全部この4つまとめて 27.3 ユーロ、はいはい。ちょっとね、割合高くないって感じだよね。半分ぐらい中華に使っちゃって、うん、中華欲にね負けちゃったんだよね、うん、美味しそうだったんだよ。はい、まあという感じですね。はい、まあ思ってたより変えたね。そう、思ってたより変えた。こんなに変えたらね、うん、まあ夜ご飯としていい感じですもんね。うん、普通にレストランで食事すると、うん、だいたい100ユーロは余裕でいっちゃうよね、2人でね。そうだね、100いくね、うん、だからそれの半額近い金額でまあまあ食べれるから、結構思ってたよりお得かもしれない。そう、思ってたより、あの、あんまりね取らないんだね、ギャラリラファイエットはね。うん、そうだね、うん、まあそんな感じです。じゃあいただいていきましょうか。はい、はい、いただきます。いただきます。じゃあね、まずは寿司から行こうか。ちょっと寿司をさ、フォークで食べるって斬新だよね。はい、なんかこんな感じです。アボカドが入ってるのかな。まあカリフォルニアロールなんだね。うん、まあカリフォルニアロールの日本に近い方みたいな感じ。海苔も挟まっててロールですね。いただきます。うん、うん、うん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 、うん、あ、うまいうまい、うん、うん、うん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 、思ってた以上に寿司、はま寿司とかで食べるカリフォルニアロールとほぼ同じ。うん、うん、うん、あ、うまいじゃん。全然うまい、全然うまいじゃん。米結構美味しいし、うまいね。うん、いいね、美味しいね。うん、続いてテリーヌ、テリーヌ行きましょうか。テリーヌすごく綺麗ね。ねえ、綺麗。これぞフランス料理って感じだよね。うん、うん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 、美味しいね。うんうん、フレンチの味付け。うん、うん、うまい。このジュレがいいよね、ジュレっていうのかな、うん、ゼリーみたいなやつ、うん、だしみたいな味がするもんね、うん、フレンチだし。もう全然フレンチの味だね。うん、おいしい。まあこんな感じだね。まあうまいよね、全体的にね。おいしいね、うん、いやー、やっぱね、デパ地下だからね、おいしいよね。この肉も、うん、おいしい。あ、マッチューか。うん、中華おいしい。うん、うん、久々だね。うん、久々。うん、震えてた、中華に。うん、基本的に、うん、その土地でもん食べるもんね、我々は。うん、うん、だからね、やっぱ最近ヨーロッパ系の料理ばっかだったから、うん、こういう中華がね、うん、食べたくなるわけですよ。そう、これね、美味しかった。パクチー入ってて美味しかった。やっぱデパ地下だね。いいね、デパ地下は。うん、質が高い、クオリティがとても良いね。うん、日本で1万円あるとどんぐらい買えるんだろうね。あんま買えないよね。うん、多分デパ地下結構高いからね。買ったことないけど、なんかサラダだけでさ、うん、2人前3000円ぐらいするイメージだよ。ああ、するかもしれないあ、でも3000円なら安いのか、別に。安くないよ、3分の1だよ。うん、
どっちが高いんだろうね、フランスと、うん、日本の方が高いような気もしないでもないけど、スーパーとかだと、うん、もう確実にフランスも高いもんね。うんうんうん、それは間違いない。ポテチが1袋2ユーロちょっとするから、うん、300円を超えてくるぐらいだよね。うん、うん、あと野菜とかもね、野菜は高いんだよ。圧倒的にフランスの方が高いから、うん、物価で言ったらまあそれはフランスの方が高いわけだけど、うん、野菜はね、玉ねぎ1個80円とかするから、うん、日本だと50円ぐらいだよね。うまいね、パイですね。うん、美味しい、うん、やっぱジュレみたいなのが効いてていいよね、うんうん、どうなんでしょうね、日本のデパ地下でさ、そもそもさ自分で買わないからさ、確かに金額がわからないけどな。レストランも絶対フランスの方が高い。うんうんうん、これは間違いない。うん、間違いない。うん、そもそもファーストフード店ですら高いもんね。うん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 、うん、食えるファーストフードってないもんね。うん、でパン屋さんもまあ多分フランスの方が高いけど、クロワッサンとかだけに関して言うと安い、うん、クロワッサンバケットだけは異常に安い、うん、まあ、クロワッサンバケットだけ食ってきゃ生きていけるよね。うん、まあそんな感じだね、うん、フランスの物価というところではね。そうだね、うん、まあでも高かったね、やっぱ今までの国より断然高かった。そう、今までの国の中で一番高いね。うん、どん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 高くなってってるね、うん、西に行く、西だよね、西に行くほど高くなってる、うん、怖いね。これほぼ食べ終わりました。ちょっとハムはチラチラとゆっくり食べます。美味しかったね。はい、よかったですね。はい、うん、はい、皆さんもパリ来たらぜひギャラリーラファイエットでお買い物してみてください。はい、ではでは。